はい、今回はパズドラ Z をやっていきたいと思います。で、今回はこの前のエリア2つ目のボス戦ですね。まあ、このボス戦はちょっとマップから見て、まあ最初からですね、怨念の沼です。今回はこのマップ全部クリアしたいと思います。ボスまでね。じゃあ行きたいと思います。まあこれは回復なしのダンジョンなのでね、結構コンボがいきます。だけど結構ね、もう相手のね HP がね結構高くなったのでね、ちょっと辛いです。本当にま、これで、どこまで行くかな。ま、これは、右行きたいと思います。龍石があるので。龍石。木。ま、こういう時は多めに、作っとこう。で、じゃあ、これは、あー、これね、もう一つ光作ればよかった。まあ一応結構コンボが良かった。いいね。おー、いっぱい。おー、すごい。なにこれ。なんだっけ、これ見たから。モリガンノのチップか。これは、まずは水をやります。縦に5個だね。はい、できました。次問題なのがね、火なんですよ。全然ない。だからもうね、たくさん消せば、多分出ると思う。もっと来い。あと5個。あー、6個。あー、大丈夫。で、こう。あ、やばい。やばいよ、これ。できなかった。本当にすいませんね、こんな下手なプレイで。うわ、なんてことしちゃったの。うわぁ。本当にすいません。じゃあ次は。もうパズドラがね、もうね、本当に上手い人にはね、多分ね、すごい下手だと思われてると思うんですよね。で、これは、これは斜め行きたかったなぁ。まあ、意外といけてる。だけど HP 結構高くなってる。これは猛毒。これ回復ないから結構辛い。回復ないって思ってるんだけど、意外と難しいんですよね。こうやってね、毒とか、相手に食らうと、本当に辛くなる。次は、あ、これは、これ闇の方がいいね。よーし。こうでいいかな。一番やりやすそうなところは、僕にとっては、ここかな。こうで、あ、ここで肝を作れば。だけど、いけてる。よかった、よかった。よし。おー、一発。まあ、このパーティーはね、HP が高めなパーティーなので、
結構いい。まあ、これはメタドラか。こうでいいかな。多いよ。あ、これでもう勝った。勝ったっていうか、もう倒した。9万とか言ったからね。おー、3つだ。やった。まあ、これは、光でいこう。あー、だけど、まあ大丈夫だ。落ち込んで木が。うん、いいね。これは、どうしよう。やばい。まあ、いっか、もうこの具材で。やばいよ、これ。倒されると終わりだもん、絶対。もっと来い、落ち込む。よし。これでどこまで行くんだ？よし、お、落とした。クレセントのチップ。これは持ってるかもしれないね。まあ一応倒しました。やったねー。はい、ということで次回はこの次のエリアの、まあ今空いたエリアのボス戦をね、動画にしたいと思います。で、話が来る。まあ、ということで今回はここまでにしたいと思います。ああ、一応セーブします。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。あと、チャンネル登録もお願いします。では、さよならー。